ねえ、はるちゃん、小牧りみちゃん結婚したって写真来たよ。ただやはり結婚に関してはやっぱり子供を産んでほしいと思っているので、ソフトなプレッシャーはかけつつ、まあでもやっぱり、どう思うのかなって。別にしたくないわけじゃないんだよ、まあ焦らず、でももう真剣に、やっぱり今土日も休みじゃないから、なかなかその友達とも家族とも、まあ、その例えば彼氏ができいる時期もあったんで、その彼氏ともなかなかそういう時間一緒に過ごせなくて。また仕事みたいな、仕事しすぎじゃないみたいな。やっぱり女性はこう子供を産める期間が限られているので、まあもう彼女も今年30歳になるので、最近も年取ってきて体力も気力も追いつかなくなって、昔はもう本当に子供たちの居心地よくって思ったんだけど、今それをしちゃうと子供たちがずっと家にいて、なんていうの、パラサイトシングルで居続けるんではないかっていう、なんとなく安定してないんだろうなって思うと思わせてると思うんだけど、どう探そうかなって思ってます。この家族どうなるかっていうと、隣に座ってる異性の人とはちゃんと1対1になって結構がっつり喋ってもらう、まあ、15分ぐらいかな。でどんどん席が、さるかです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですか、作る側ですか、それとも営業とかあるじゃないですか、何やってんですか。お客様まで送る作業をしてる感じ。すごい良かったから自分で配達、梱包と発送、やっぱり1000万円は欲しいなって思う。デザイナーさんですか。横文字にする必要があるとか分かんないですけど、ありそうに見える人が好きなんですよ私は。すごいその自分が好きなことをやってて、まあ、それは別に仕事でも、いい人いるといいけどな。やっぱりゆくゆくは結婚できるような、やっぱりさ、はるちゃんにも家庭持って、やっぱりね、女性と前とかには子供産んでほしいし、やっぱりそうするとまたね、違う世界が開けるし。